んにちは、おさゆです。2023年5月、夫と2泊3日で九州に行ってきました。新幹線で博多駅着、お昼は福岡で食べて、そこから大分、熊本と移動し、2日目の夜に福岡に戻り、3日目が福岡グルメ満喫旅になりました。3日目プラス初日のお昼プラス2日目の夜と、とびとびにはなりますが、福岡グルメを計7つ楽しんだので、前編と後編に分けてご紹介したいと思います。新幹線も宿も旅行支援を使い、自分たちで取りました。新幹線は新大阪から博多行きのバリ徳光こだまというプランで予約をし、片道なんと8600円でした。のぞみやみずほの普通指定席だと1万6000円くらいかかるので、ほぼ半額です。さらに行き帰りにセブン限定ですが、ペットボトルのお茶がもらえて、普通はプラス5000円以上かかるグリーン車への変更もプラス1000円でできました。夫がこのプランを見つけてきてくれたんですが、安すぎて未だに意味不明です。マイナス点としては朝が早く夜が遅いことですが、これだけ安くなるなら全く気にならないです。めったに乗れないグリーン車、プラス1000円と破格なので、行きも帰りもグリーン車にしました。なかなかハードな旅になったので、特に帰り道はグリーン車の恩恵がすごかったです。しました。お昼ご飯に行こうとしている人気店が10時半開店なので急ぎます。博多口を出て徒歩約15分、博多駅から1駅地下鉄に乗ってもいいと思います。私たちは道中にお世話になるレンタカー屋さんがあったので、そこでキャリーケースを夫に託し解散。バイバーイ。初めて行くお店なので読めなかったですが、できたら1巡目で入りたい。急ぎます。場所は中洲。うなぎを求めてやってきました。吉塚うなぎ屋。1、2週間前に予約の電話をしたところ、予約席はもう埋まっていて、2階席は当日受付で入れますと教えてもらい、開店前につけるよう急ぎましたが、平日だったこともあってか、スムーズに受付できました。15番2名様、光が入る明るくて綺麗な店内です。テーブルが広いのも嬉しい。お一人様も結構いました。定食、単品、うなぎ懐石、季節の料理も楽しめる幕の内、お茶漬けがあります。お酒も充実していて、昼からうなぎと飲めたら最高ですね。右下のお食事券、こういうギフトもありやなぁと勉強になりました。今回はシンプルにうな丼2切れとうな重4切れをシェアします。うな重4切れ3570円。ご飯の上に直接乗っているものしか知りませんでしたが、こちらはご飯とは別になっていました。どちらもご飯は無料で大盛りにでき、肝水は赤だしに変更もできました。ふわふわというよりは表面のパリパリ感が強く、香ばしいうなぎが好きな方はドストライクかと思います。すごい綺麗な山椒やな。めっちゃ綺麗、香りがすごい。土日は大混雑が予想されるので、かなり余裕を持って予約されることをお勧めします。
吉塚うなぎを出て大分の別府温泉に向かいました。また別の動画で泊まったお宿のご紹介もするので、よければご覧ください。2日目の夜に福岡に戻ってきました。天神のホテルにチェックインをし、屋台に行ってきます。泊まったホテルはリッチモンドホテル福岡天神。こちらもまた別の動画でご紹介します。いや、さっきこれ何並んでんのかなと思ってて、やば、土曜日やば。ホテルからも近いし、レミさん家もすごく気になりましたが、絶対来たい屋台があったので、ホテルから10分強歩きます。こちらも大行列、絶対に来たかったともちゃん。ご存知の方も多いかもしれませんが、まっちゃんがテレビで大絶賛していたので訪れました。いいですか、はい、焼き物の方とかよろしくですか、それとラーメンで大丈夫ですか、はい、リアルも右角を愛そう、右角2470円ですね、ありがとうございます。皆さん食べられますか、パン、サガリ、カルビ、レバーとか、メニューのメインは串焼きとおでんとラーメン。特におすすめされていた黒毛和牛あたりはなかなかいいお値段です。まずはおでん、大根、ロール、キャベツ、ガンモ、屋台マジックかな、普通のおでんより美味しく感じます。なかなか食べれない和牛レバー、臭みがなくすっごく美味しかったです。砂釣りはやや小ぶりでしたが、文句なしに美味しかったです。おでんおかわり、卵とどこがあって感じの餃子です。練り物の中に餃子が入っていました。この卵がお出汁しみしみで美味しすぎて感動でした。まっちゃんが絶賛していた焼きラーメンです。焼きラーメンはもちろん初めまして、全く想像できない初めて食べる味でした。言うなれば汁なし豚骨ラーメン、普通の豚骨ラーメンでは出ない焼きならではの旨味とコクがありました。すっごく美味しかったです。アルミに少しかできんけどいい、調べると遅くまで空いている屋台はいくつかあったので、2軒目を探しましたが、ことごとく今日はもう終わっちゃったんですよと振られて、2軒目は叶いませんでした。屋台巡り早めに始めるべきでした。気を取り直して3日目、もつ鍋を食べに行きます。ホテルのすぐ前に地下鉄があり、すごく便利でした。3日目は1日福岡をうろうろする予定だったので、バスか電車か移動手段に悩みましたが、動きやすそうだったので地下鉄の1日乗車券を買いました。1人640円です。元を取れるかは謎でしたが、強くなった気がしました。博多駅へ1駅だけ乗ります。筑紫口を出て徒歩約7分、余裕を持って予約して訪れました。博多もつ鍋、前田屋総本店。綺麗で温かみのある店内、満席で店員さんも多いので活気がある雰囲気です。奥には個室もありました。味は味噌味、醤油味、辛もつ鍋の3種類。辛もつ鍋も魅力的でしたが、初回は王道の味噌でいきます。イカの生き作りがすごく気になりましたが、 250g からとのことで4000円を超えるので諦めました。
お酒もたくさん、もう運転しないので昼から飲みます。乾杯。和牛もつ鍋味噌味、福岡来たって感じです。お野菜が減ってきたら足してくださいな野菜と、風味が大きく変わるので鶏皿の方においでくださいな揚げニンニクです。お出汁は思ったより濃くなく、もつもさすがそんなに好物ではない私でも美味しくいただけました。油濃くない？油濃くない？これは別で頼まないといけないですが、ちぢれ麺を締めに頼みます。お好みの硬さでお召し上がりください。ネギを入れてよろしいですか？はい、はい、麺も絶妙で美味しくないわけがなかったです。後半戦に向けて運動がてら住吉神社に訪れました。9時にホテルの朝食バイキングを食べて、11時にもつ鍋を食べましたが、ここから帰りの新幹線まで4店舗行ってきます。ぜひ後編もご覧いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。